こんにちは、お池夏樹です。サックス初心者、楽譜の読み方、書き方教室、第1回目は、音の種類は3つだけです。さあ皆さん、えー、サックスやベノーバの演奏を楽しみたいけれども、楽譜、いわゆるおたまじゃくしがわかんない、えー、音楽記号や音楽用語が難しそうということで、えー、諦めている部分ありませんかそんなあなたはですね、えー、こちら、あ、こちら、<laughs> はい、すいません、えー、楽天、 えー、理論と実習というこの黄色い本をですね、えー、ベースに、教材にして、えー、私、お池夏樹と一緒にですね、えー、楽譜を読んだり、そして書いたりする知識を、まあ、ルールをですね、えー、一緒に覚えていきましょう、学んでいきましょう。で、この黄色い楽天という本なんですけれども、えー、主にクラシック音楽、えー、西洋の音楽ですね。 をこれから勉強したいなという方がですね、えー、この本を使って、えー、基礎的な基本的な部分を学んでいくときに使われます。はい。えー、なので内容とても難しいので、まあこれをですね、あの皆さん全部覚える必要ないです。なので僕がですね、えー、いわゆるポピュラーミュージック、 えー、ジャズやもロックもそうだし、ファンクも、えー、R&B もそうだし、まあ、いろんな、あの、ポピュラーミュージックに必要な知識だけを形成して、そして、えー、噛み砕いてお伝えしたいと思っております。なので、まあ、興味あれば買ってもいいんですけど、皆さんは持ってる必要ありません。はい。一応概要欄におけとけますね。ということで、学生時代のようにですね、なんか丸暗記してとかそういう話ではありません。皆さん、あの、大人になってから学ぶ、 勉強することってなんかすごく面白いじゃないですか。ということで、大人は学ぶを楽しむということをモットにですね、えー、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。あの、一応この本、僕も学生時代にあの、勉強もちろんしていますけれども、えー、久々に読み返したら結構忘れてること多いなというふうに思ったので、まあ僕もですね、これをなんか復習しながらね、あの、音楽についてなんか再確認できることがあればいいなーなんていうふうに、ちょっと 思い,思いながらやっていきたいと思いますので、皆さんも一緒に、えー、この楽天をですね、使って音楽をより楽しめるように、えーまあ、私と一緒に頑張りましょう。さあ、ということで早速始めていきましょう。えー、皆さんがサックスをね、ベノーバを演奏するときに、いい音で、綺麗な音で、かっこいい音で弾きましょうって言われてもですね、えー、どうやったら綺麗な音になるのいい音なの、えー、かっこいい音なのっていうことが分からないとダメですよね。まず理解してないと、そんな音は出ません。 ということで、音にはどんな種類があって、その音をどうやって組み合わせて、良い音を作っていくのか。ね。えー、ここら辺についてね、まずはあ、ご説明したいと思います。じゃあ、まずはね、結論から言っちゃいます。音の種類はね、3つだけです。はい、こちらに書きました。えー、音、えー、楽音、そして、えー、騒音と読みます、これ。騒音。はい。純音、楽音、騒音の3つだけ。 で、これを組み合わせて、えー、いろいろと、音の、音色、ね、えー、かっこいい音、いい音、綺麗な音ってのを作っていきます。じゃあ、まず、一つ目。えー、こちら。純音と、いうやつですね。純音、ピュアトーンですね。えー、こちらはですね、え、単振動といって、まあ、こういう、振り子式の、振り子のような感じでですね、まあ、非常にシンプルな、 単純な、えー、振動で空気を振動させる音のことを指します。なので、倍音を含まない音になります。で、この倍音に関してはね、ちょっと後のシリーズで説明しますので、まずはちょっと、あのー、スルーしててください。はい。<laughs> すいません。いきなりしょっぱなからすいません、えー。で、この倍音を含まない順音っていうのはどんな音か、まあ聞いていただければすぐわかります。 はい。でですね、この、純音っていうのは、普通の楽器からはまず出ません。出すことは不可能。うん。まず不可能。えー、音差。知ってますあの、ガーンっつって、あの、チューニング。今あまりそうやってチューニングする人いないかもしれないですけれども、音差の音はピュアトーン。はい。で、えー、っと、あと、シンセサイザー。こういったシンセサイザーで作れる音も、えー、ピュアトーンが出せます。はい。ちょっと出してみましょうか。 はい、こんなあのラジオの時報の音みたいなこういうのをピュアトーンというんですけれども、えー、これは実際のの、えー、人間の声や楽器でではな、ね、ななかなか出せないんです、うん、どうしても僕たちの声や楽器の音っていうのはいろいろな倍音ねこれ後で説明しますね後のシリーズで説明しますね倍音っていうものを含んでしまうので、えー、出せないんですけれどもこうやって音を作るシンセサイズできる楽器なんかだと。 こういう音が作れますよと。ね。だから、えー、サックスの演奏をするためには、まず、使えないというか、使わないというか、はい。そういったものが、ピワトン、純音というやつです。はい。ということで、えー、純音というのは、えっ、ー、と、ラジオの、ね、えー、時報の音だったりとか、あと、音差で出せる音のような、倍音を含まない単純な、えー、振動による音でした。 じゃあ次に、えー、皆さんに大きく関係してくるこの楽音というものに関して説明します。はい、この楽音。えー、音楽の楽に音ですから、皆さんに関係ありそうですね。はい。なんかなんとなく予想はつくんですけれども、この楽音というのは何かっていうと、えー、規則性を伴った空気の振動による音です。はい。えー、で、こっちの楽音に関しては倍音を含みます。 はい。バイオンが含まれます。ね。このバイオンに関してはね、また後のシリーズでやっていきますからね。はい。で、僕たちが演奏するサックスやベノーバそしてこうやって喋ってる声の大半の部分は、この楽音で構成されてます。だから、普段は僕たちはこの楽音を使ってるということなんですね。はい。ということで、楽音は、まあ、サックスや、えー、ベノーバ の音の大半の部分を指します。はい。ということでしたが、じゃあ次は、えー、これ3番ね。これ騒音と読みます。なかなか見ない字ですね。騒音。で、この騒音っていうのは、えー、不規則である。規則性を認めがたい音。そして、なおかつ短時間である。ね。ということは、えっ、ー、と、近くしづらい、しにくい音のことです。 例えば、こういう手を叩く音とか、物がね、ぶつかる音。こういう、コーンみたいな。はい。何か物を叩いたりする音。えー、あとは、声の詩の部分とか、あとは、あピアノの打鍵の音とか、そういったものを指します。ね、これ、騒音です。なので、えー、物が、ぶつかる、 音とか、えー、声の子音の部分ねっ、えー、こういったものが騒音ですよとでこの楽天にはですね、えー、このこっちの騒音はい音が一緒であの紛らわしいんですけどこの騒音は違うよって書いてありますはいこれはただただあの聞きたくない音うん えー、この聞きたくない音はね、この音の種類の中、3種類の中には含まれませんので、これは入ってないよと。はい。ね。えー、これはダメです。 さあ、ということで、この、純音、楽音、騒音という3種類。ちょっと紛らわしい4番のね、騒音っていう、あの子もいましたけれども、基本的にはこの3種類あるということが分かりました。ただですね、これ、僕はあの、ただただこの楽天の本の知識を皆さんにつけていただきたいわけじゃなくて、サックスやベノーバの演奏や練習に活かしてほしいんですよ。ということで、サックスの音はどうなってるっていうのをちょっと考えてほしいんですね、えー。結論から言うと、サックスの音はこの3番の騒音と、2番の楽音の部分が組み合わさってできてます。 え、騒音含まれるのと。はい。実はさっき2番の楽音の説明の時に、あの、サックスやベノバの音の大半の部分は楽音ですよって僕ちょっとお茶を濁しながら言ったんですけれども、実はこのね、3番の物がぶつかる、こういう音もサックスの中には含まれてるんです。ね、ちょっと説明しますね。えー、まずこの騒音の部分。これはね、タンギングのことですね。 はい。さっきも言った通り3番にはこの死因っていう風に書いてありますね。3番には死因と書いてありますので、えー、まあ、サックスの死因の部分はこのタンギング、下が触れる部分ですね。ここと、この楽音,音。音の中身の部分、あんこの部分ですね。はい。えー、これを組み合わせてる。だからまあ、こっちが、あの、音の母音の方ですよね。はい。タンギングと音自体。 で、組み合わせてサックスの音は構成されてますよっていう。この全体像、イメージをちゃんと持っておけばですね、えー、なんていうのかな、いい音の基準って、その都度その都度、そのケースバイケースでどんどん変わっていくんですよ。ね。例えば、バラードでゆったりした曲演奏してるのに、タンギングバシバシついていっちゃったら、なんか、あの、雑な印象に聞こえちゃうし。でもだからといって、えー、激しい、あの、リズムの曲。 ノリノリの曲でですね柔らかい音でいい音で吹いてるっていう風にやっても合わないじゃないですかそういう音はこの騒音の部分つまりタンギングの成分をちょっと強めてあげた方がいい音に聞こえますよねあったように聞こえますよねかっこいいですよねということで、えー、っといい音の基準ってどん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 変わっていきますのでこの騒音と楽音をどれぐらいの配分でやるかこういう風に考えていくとですね えと皆さんのですね、なんとなくのいい音、かっこいい音っていうのが、えー、しっかりしたイメージになっていくんじゃないかなと、僕は思います。じゃあね、ちょっとやってみましょうか。えー、騒音を含まないで、えー、楽音だけ、つまりタンギングをしないで吹くと、こういう演奏になります。じゃあ今度は騒音、つまりタンギングをつけてみましょうか。 はい、このように、えー、ちょっとリズム感なんていうのも出てきましたよね。でも、かといって、この騒音の塩梅を強すぎる。あの、強くタンギングしすぎちゃうと、落ち着けと。はい。こういう演奏になってしまいます。ね。えー、あとは騒音、つまりタンギングの位置を変えるでもいいですよね。 はい、このようにですね、えー、このタンギング騒音のアンバイをどれぐらいかけるか、つけるか、えー、もしくはどこにつけるか。これでも、あの、いい音、いい演奏っていうのはどんどん変わってきますよね。はい、ということで今日のまとめです。えー、音の種類とは、えー、この順音と楽音と、えー、騒音。ね、4番のこの騒音は違いますよ、えー。3種類ありますよ、ということでした。で、皆さんに、えー、あの、皆さんにね、えー、一番関係のある えー、サックスやベノーバの音っていうのはこの騒音と楽音を組み合わせてるってことが分かりました、ね、でその塩梅ばいや、えー、騒音のタイミングの位置で、えーまあ、皆さんの演奏や、えー、音の、まあ、何て言うかなキャラクターっていうのが決定づけられるということでした、ねえー、どうでしたでしょうか、えー、コメントや感想などいただけたら嬉しいです またあのこの動画がですねちょっと面白いなと思ったらいいねボタン高評価ボタンを押してください、えー、あとはですねあそうそうそうあの次回次回はですねこの2番の学音っていうこれを、えー、構成する3つの3要素っていうのがあるのでこの話をしていきますということで次回のレッスンも見逃さないためにチャンネル登録まだの方はぜひ、えー、チャンネル登録をして、えー、見逃さないでくださいね それでは皆さん音楽を楽しみましょう。また次回。さよなら。バイバイ。